ありがとうって心の底から歌ってみたい。グランドライブで思いをつなぎたい。ファンに思いを届けるためにウマ娘たちが作り上げたあの伝説のステージを、ウマ娘とファンが歌で一体となり思いをつなぐ伝説のライブ復活をめぐるストーリーが開幕。グランドライブを大成功へ導こう。つなげ、照らせ、光れ、私たちのグランドライブ。みんな、ヤッホー、最強ウマドルスマートフォリコンです。サイレンススズカです。私たち2人が第4弾育成シナリオ、つなげ、照らせ、光れ、私たちのグランドライブを紹介しちゃうよ。スズカちゃん、盛り上げようね。そうですね、ファルコン先輩。かつてウマ娘たちが自主的に開催していたステージ、グランドライブ。レースの勝者だけがセンターになれるウィニングライブとは違い、一人一人が主役となってファンに感謝を伝えるステージなんですよね。うん、その伝説のライブ再建を目指すライトハローさんと出会って、ファルコたちも協力することにしたの。ウマ娘、ファン、スタッフ、 URA、 トレセン学園、多くの方々の協力や理解が必要そうですね。そうだね。でも歌には伝える力があると思うの。他にもライブには私たちがまだ気づいていない力があるかもしれません。だから私たちはみんなに協力してもらうためにグランドライブの告知ライブを重ねることにしたんだ。それに今回はブルボンちゃんやタキオンちゃんたちといったシナリオリンクキャラクターがサポートメンバーとして協力してくれるよ。ええ、ライブ協力者を集めて全力で駆け出していきましょう。ここからは育成について説明するね。今回のシナリオの目的はグランドライブを大成功させることです。グランドライブを大成功させるためには事前の告知ライブがとっても重要。告知ライブは合計4回あるのでしっかり活用したいですね。そうだね。特に告知ライブでは育成中に楽曲を習得することでライブ期待度をアップさせられるの。ライブ期待度のゲージをマックスにしてライブの大成功を目指しましょう。楽曲を習得するためにはまずパフォーマンスが必要。パフォーマンスはトレーニングを行うと獲得できるよ。一石二鳥でウマドル的にも大助かり。パフォーマンスはダンス、ファッション、ボーカル、ビジュアル、メンタルの5種類あります。楽曲はレッスンで習得できるから必要なパフォーマンスを意識することが大切だね。またシナリオリンクキャラクターやライブ協力者のウマ娘と一緒にトレーニングをするともらえるパフォーマンスの量も多くなります。嬉しい。さらに友情トレーニングだとパフォーマンスが2種類獲得できちゃうの。お得だね。次はレッスンを紹介するね。レッスンではパフォーマンスを使用して楽曲やライブテクニックを覚えられるよ。レッスンは3つの中から1つだけ選べるわ。レッスンをするたびにリストは毎回新しくなるので受けたいレッスンがある場合は注意してね。それと楽曲とライブテクニックには習得と同時に発動する習得ボーナスがあるの。習得ボーナスは基礎能力を上げてくれたり育成に役立つ効果が得られるよ。またレッスンは予約をすることもできます。予約をすると足りないパフォーマンスがトレーニング画面でも確認できるようになるよ。受けたいレッスンがあるか事前に確認してみようね。いよいよ告知ライブ。レッスンで習得した楽曲でみんなを盛り上げライブの大成功を目指しましょう。たくさんの楽曲を披露するほどライブが盛り上がること間違いなし。告知ライブが成功すればライブ協力者のウマ娘が集まってくれます。さらに担当ウマ娘もライブ経験から学びを得て基礎能力も成長します。もしライブが大成功すれば基礎能力の上昇量がより多くなるんだよ。楽曲にはさらなる特別な力も。新たに習得した楽曲がある状態でライブを終えると育成に役立つライブボーナスが得られます。ライブボーナスは育成中にずっと効果があるのでより担当ウマ娘の成長が期待できるみたいですね。最後はグランドライブ。開催までの成果によってより特別なグランドライブになります。今までの告知ライブでのみんなの笑顔や声援、そしてレッスン結果を力に最高のグランドライブを実現しようね。よーし、ファルファルゲージオープン。
喜びも感謝もみんなの思いも全部出し切って素敵なグランドライブを作ってみせるよ。皆さんと作るグランドライブ、そこにはどんな景色が待っているのでしょうか。新育成シナリオ、つなげ、照らせ、光れ、私たちのグランドライブ、好評配信